ゲームに限りませんが、チームで何かを作るにはとにかくアイデアをプレゼンテーションするということが必要です。そうでなかったとしても制作者が誰かにプレゼンし、ものを伝えるということは大事です。そんな時の必勝法、それはプレゼンはスピードだということです。比較的プレゼン上手だと言われた私が断言します。プレゼンはスピードに他ならない。贅肉をそぎ落とし、必要なことだけ伝えるようにしましょう。意図も第二案も必要なし。絵は必要だけどシンプルに。必ずしも短くある必要はありません。プレゼン時間をいかに濃密にテンポよく進められるかがポイントです。というわけで私のプレゼンは以上です。短く伝えたから印象に残るでしょう。プレゼンはスピードです。